おはようございます。お久しぶりです。ヒデオワールドです。ということで、今回はこれ Google Pixel 6a で今動画撮影しています。全然、Google Pixel 6a で動画を撮っていなかったので、今日撮っていきます。そして、この動画の内容はどういう動画かというと、Google Pixel 6a の、その動画の感じ、手ぶれとか、映像とか、画質とかそういったものをお届けしていくという内容です。なので Google Pixel 6a のインカメラってどうなのかなとか、 Google Pixel 6a のアウトカメラってどんな感じなのかなって気になってる人とか悩んでる人の参考になれば幸いです。で、もう早速なんですけど、はい、もうこれがインカメで撮ってます。はい、ヒデオワールドです。インカメこんな感じです。あの、僕のこの手元で、はい、もうこれ手だけで撮ってます。片手で撮ってます。どうでしょうか。もう揺れてると思います。僕の画面だとめっちゃ揺れてます。もうこんな感じはい。で、今回の動画としてはまずインカメをこれで撮ります。で、インカメ撮った後は、1080p の、1080p か、そう、フル HD の、30fps でのアウトカメラでの、撮影をここのままこの動画ではお届けします。で、ただ 60fps の動画を、僕撮りたかったんですよ。撮れるんですよ。で、それも撮るんですけど、それは次の動画でちょっと撮ってもいいでしょうか。理由があって、あの、多分僕のこのスマホの動画編集ソフトとか使うと、もしかしたら 60fps が、崩れてしまうかもしれないということなので、はい。なのでこの動画では今インカメラ、はい、このインカメと、1080p のアウトカメラをお届けします。1080p の、30fps のアウトカメラの、まあ、広角とか、そういったものとかを映していければなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあこのままちょっと続けていきますか。とりあえずこれが今、インカメラでございます。はい。こんな感じで今、久々に東京都の多摩市を歩いてます。はい。朝です。朝9時です。めっちゃ寒いっす。はい。めちゃめちゃ、今日、今、手震えてます。寒っとか思いながら、なんかつい昨日とか一昨日ぐらいまでだったらめちゃめちゃ暖かかったのに、はい、なんかいつの間にか寒くなっちゃってますっていう感じです。はい。で、まあインカメラで今日の撮影はちょっとシンプルに、別になんかトークってよりかは、てか僕はそんなトーク力ないんですけど、あの、映像をね、楽しんでいただければなと思っております。はい、これがまあすでにもうインカメラでございます。どうでしょうか。今階段を上がってます。どうでしょうか。ただ画質綺麗ですよね。めちゃめちゃ。こうやって今僕が自分の、何、この背景とか自分の顔面見てる限りだと、まあ、特に問題ないのかなと、思います。さあ、ここから今こういう感じで歩いております。今これ向こう側の方に行ってます。朝から何やってんだよって感じだよね、普通に多分普通の人から見たらこいつ何やってんだって感じだと思うんですけど、まあちょっと自撮りを撮っていければなと思います。で、この後に 30fps のなんか広角とかの多分映像が流れると思う。多分あの目次をこのスクロールバーのところに書いとくんで、目次から、よければ飛んでいっていただければ幸いです。多分そっちの方が分かりやすいと思うんで、はい、あの、お願いを申し上げます。はい、こんな感じです、インカメラは。どうでしょうか。いやいやいや。音とかもどうですかね。そう、これ、あの、もうそのまま撮ってます。あの、Google Pixel 6a 僕買って、あの、何も、本当に、あの、なんていうんですか、ちょっと、生きることに必死すぎて、もう目の前のことに必死すぎて、そう、何もできてなかったんで、ちょっと久々に今こうやってちょっと、この何、今多摩まで来てますけど、まで来て、はい、あの、なんか、こんな風に撮ってます。いや、全本7 Pro が潰れちゃったのはちょっと正直でかいですね。でかいというか苦しかったですね。あ、いいね、ここが中央の通りです。見えますかね。ちょっとインカメなんで、どうなるか分かんないですけど、はい、こんな感じでどんどん歩いていければなと思っております。で、そろそろこれインカメ今5分ぐらい、4分50秒ぐらい撮ったんで、じゃあそろそろちょっとアウトカメラ
の出番かなと思いますので、じゃあアウトカメラに、の撮影が次の多分チャプターというか、続くと思いますので。はい、ということでこれが Google Pixel 6a のアウトカメラです。あ、公衆電話だ。はい、これ今 Google Pixel 6a の、アウトカメラで撮ってます。どうでしょうか。で、これ手ブレ補正とかなしです。あ、そっか、手ブレ補正もなるほどね、あるから、ちょっとそれ、そのこれもその後に、多分チャプターで、はい、目次で、表示できればなと思います。どうでしょうか。これすごくない？手ブレ、あのこれ何もしないです。あのデフォルトの状態で今、撮ってる状態でございます。めちゃくちゃ綺麗。ピクセル 6A すごいね。あのね、人がいると後ろ写しか、こういう感じでしとこうか。結構ね、あの綺麗に撮れてるというか、そんなブレも少ないんじゃないでしょうか。どうですか。これ今片手で、はい、撮ってます。こんな感じで片手で撮ってます。今、あ、テニスコートやってますね。テニスやりてんすよ、マジで。なんか僕、友達失ってからテニスとかする機会マジでなくなって、で中学の時ずっとテニスとかやってたんですよ僕。でめちゃめちゃ無能だったのに、ずっとなんかよくわかんないけど、友達からもらったなんかテニスボールとテニスラケット使ってたら、中学でなんか中1でなんかレギュラー入りみたいな試合出させてもらって、で他のテニススクール通ってた人たちよりもなんか友達ね、テニススクール通ってた友達よりも強くなってみたいな、結果的に中3で副部長になったりとかしてみたいな。テニスやりて。でまあとりあえずアウトカメラはこんな感じですね。こっちサッカーですね。はい、すごいな。よいしょ。これさ、朝から何やってんだよって感じだよな、マジで。これがな、我々のテンションなんですよ。意味わかんないこと言ってるの。はい、まあこんな感じですね。アウトカメラどうすか。ちょっとこっち行くか。お、ランニングしてる人がいる。ここ駐車場です。よいしょ。多摩東公園でございますよ。多摩市ですよ。どこだ、公園の名前あった、これでございます。アウトカメラ結構綺麗ですよね。どうすかこれ。こんな感じでちょっと向こう映したね。わーい、いいっすよね。これがまあアウトカメラの、あ、1倍ですね。てか言うの忘れてた。1倍です。1倍です。だいわゆる標準ですよね。標準で撮ってます。でこれを広角にします。多分ここで目次ここに入れますね。はい、これ広角カメラです。どうすか、めっちゃ綺麗じゃない。全然使ってなさすぎてさ、え、めっちゃ綺麗じゃない。はい、これ広角です。あ、おまわりさんが、やばい、これおまわりさん大丈夫かな、怒られるかな。おまわりさんだ。おまわりさんがいる。大丈夫か、怒られないよね。なんか君朝9時から真っ黒い服着て大丈夫かねみたいな、ちょっと免許見せてもらえますかねみたいな言われないよね。めちゃめちゃ今さ、うわーって思っちゃった。まあこんな感じでございます。どうですか広角カメラ。めっちゃ手ブレ効いてない、これ何もしてないですよ。手ブレ補正何も効いてない、効かしてない状態で撮ってます。え、そうだよね。え、聞いてるかも、ごめん。手ぶれ、あれ、ちょっと待って、手ぶれ補正、待って、ちょっと待って。今、手ぶれ補正の、はい、確認をしましたところです。こうした方がいいですね。なんとですね、聞いてください。今、僕、どうやって映ってるか分かんないですけど、なんと手ぶれ補正が、これ、もともとついてるんですね。すげえ。標準っていうやつになってて、こうした方がいいか。標準の、あ、これ今見えないですね。動画を止めないと、ちょっと設定のところでできないんですけど、標準モードっていうのがあって、でそこから標準だけじゃなくて、なんかロックっていうのもあって、あと、シネマティックか、そう、っていうのもあって、結構なんかいろんなロックの、じゃあ手ブレ補正の、種類がありました。え、すごいね。
マジどんだけピクセル触ってなかったのって感じ。ほんとスマホこれ買ってさ、スマホをさ、ずっと買ってそのままだったんで、今更機能、今初めて触ってます。はい。今、初めてこのピクセルの、なんかよくわかんない設定をしてるので、すごい、すごくないですか？今これ広角カメラのアウトカメラで撮ってます。6倍？ 6 倍っていうのこれ、0.6 倍か。はい、0.6 倍で、撮ってるとこんな風になります。これ 0.6 倍のアウトカメラで撮ってます。どうですかね？はい、これが 0.6 倍のアウトカメラでございます。じゃあそろそろちょっと戻すか。戻した方がいいですよね。僕の顔面見ててもどうしようもないですもんね。はい、ちょっと戻しますよ。で、今これごめんなさい。今インカメで撮ってるんですけど、これインカメの、これ、1倍なんですよ、1倍。はい。まあ、標準ですよね。まあ、普通1倍ですよね。なんと皆さん、これすごいんですよ。ここの 1.4 倍っていうのがあるんですよ。そうすると、こうなるんですよ。すごくないですか？ 1.4 倍にすると、こうやって画面が、ズームするっていう。これすごいっすね。多分もっといけるのかな？ 1.4 倍からの、あ、めっちゃ、めちゃめちゃズームするやん。え、すごっ。え、すごくないですか？なんか一人ごと言ってるこの団地の中で何やってんだろう。はい。これ、こっち今団地、団地の中で今、団地の中じゃないんですけどね。横に団地があるところで、今こうやって撮ってるんですけど、何やってんだこれ。何自撮りして 1.4 倍とかで、うわ、すげえとか言ってんの、朝から。やべえだろ。はい、これ今歩きながらです。1.4 倍。で、さらに、こうやって、やばい。最大、4倍までいける。ほら。インカメが4倍になってる。ヒデオワールドの顔面が近すぎる。え、すごくない？インカメでこれ今できる時代来たの？なんかさ、前の Google Pixel 3A か。で、広角でなんか撮影するみたいなのが多分あったと思うんですけど、インカメでね。じゃなくて、なんか今もうこれ、動画でこうやって、ズームアップがこうやってできたりとかするっていうのは、ちょっとやばいですね。すごいですね。はい。ということで、インカメの映像でした。はい。ということで、これまたアウトカメラで撮影してます。アウトカメラの1倍です。1080p の 30fps です。で、1倍なんですけど、これ、もちろん2倍もできます。いきますよ、2倍。じゃーん。はい。2倍はこんな感じで映ってます。これ今片手で撮ってます。はい。もちろん片手で撮った上で。しかもこれさ、ちゃんとさ、見えますか？この、ちゃんとオートフォーカスっていうか、してくれるんですね。こうして。すげえ。え、結構画質もどうですか？良くないですか？まあ、ちょっと、やっぱりズームするから画質が荒れる感じはこれありますけど、片手でこうやって撮って、ズームで撮れてて、え、結構すごくないですか？はい、こんな感じです。今、なんか、多摩市の、どこだ、ここ。今、多摩市の、諏訪5丁目っていうところを歩いてます。いっぱい車が止まってます。ならず者たちが止まってます。はい。諏訪4丁目団地。まあ、こんな感じですね。アウトカメラの、ズーム2倍ですね。今2倍で撮ってるんですけど、結構、いいっすよね。こんな感じでございますよ。で、これ2倍をさ、もっとさ、ちょっと2倍からの、待って、ミスった。2倍からのこの手で、こういう風にズームできるんですよ。5倍だ。5倍までいきます。5。全然映らない。5。あ、寒すぎ。なんか、はい、どこだ、ここ。これ5倍で撮ってます。どうすかね。5倍で撮ると、もう、わけわかんないですね。あ、でもこういう風に、はい、タクシーが撮れたりとか、はい、車がね、通るけど、今、こんな感じで車が通ったりとか。まあ、ある程度は撮れるんじゃないでしょうか。はい、ごめんなさい。画面酔ってる人ごめんなさいね。ただ一応片手でこうやって持ってて、はい、こんな感じで撮れます。アウトカメラの5倍は以上です。戻すとこんな感じ。0.8 倍、0.6 倍、1.4、1.6 で 1.7、1.、これ指でジェスチャーですか？指でこういう風にできるし、右側の方でこうやって上げたり下げたりも、できます。すごいねこれね。はい、ということで風が
っと待って、こっちに倒れか。こっちにするわ。風がね、マジでね、今日めちゃめちゃ冷たい。なんでだよ、昨日18度とかさ、めちゃめちゃ天気良かったのに、一気に風が強いし、寒いし、朝だし。最高でした。まあ、とりあえず今もう30分ぐらいウォーキングしたんで、はい。今日はここまでにしたいと思います。ということで、今回は Google Pixel 6a のインカメラと、アウトカメラの、まあ、30fps ですね、の、撮影具合をお届けしました。いかがでしょうか。はい、こんな感じです。Google Pixel 6a、一応今、1ヶ月ぐらい使ったんですけど、正直言うと、マジで、ここで撮るか。ここいいな。マジで、なんていうんですか。まあ、約5万円 ?5.5 万円ぐらいかな。6万円だっけ?ちょっと忘れちゃったんですけど、普通使いやすいですね。はい、もう1台欲しいです。はい、可能であれば Google Pixel 7 Pro とかがいいんだろうけど、6A すごいっすね。はい、でお財布携帯とか使ってないんですけど、はい、一応お財布携帯とかもあるらしくて、はい、全然使ってなさすぎて、はい、ちょっとあんまり使い切れてないというか、あれなんですけど、めちゃめちゃ使いやすいなと。シンプルでいいっすね。はい。とにかくシンプル。で、動画も、こうやって今日撮影しましたけど、やっぱり手ぶれも効くし、で、多分音声もいいと思うんですよ、音質。はい。で、写真も撮りやすいし、とにかく使いやすいんじゃないかなと思いました。で、今回は、インカメと、アウトカメラの 30fps を撮影したって今言ったんですけど、ちょっと今度、タイムラプスとか、あと、60fps ですね。で、60fps は、ちょっとやばい、寒くて、口の、もごもごが、滑舌めちゃくちゃ悪いんですけど、いや、顔の筋肉が、やばい。まあ、60fps は、今度とまた撮れればなと。撮っていきたいなと思う。で、60fps は、ノーカットで、なんかそのまま、こう、外の撮影をしていければなって、外っていうか、あれですね、60fps のまま、カットとか編集とか入れずに、撮影したデータをそのまま YouTube にアップロードするみたいな、まあ、そんな感じでやっていければなと思います。ということで今回はご視聴いただきありがとうございました。Google Pixel 6a 買おうかなとか、どんな感じなんだろうって考えてたり悩んでたりする人の参考になればなと思いますので、はい、よろしくお願いします。で、一応概要欄に僕が今使ってる Google Pixel 6a の、まあ、Google ストアで買ったんですけどの URL と、あと僕が使ってる画面保護フィルムと、あとこの、これ何 ?TPU ケースか。まあ、いわゆるスマホカバーですね。の、Amazon のリンク貼っとくので、もし気になった方はチェックしてみてください。ということで以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。良いスマホライフを。さようなら。